The Woman of the Year Award, supported by Virgin Atlantic, goes to Dylan Mulvaney. I am so honored to be here with you all tonight. And, you know, some see me as the Woman of the Year. And some people don't see me as a woman at all.ミス・ユニバースでなんと女性が優勝し世界が驚愕中。こんにちは。おお、言ってたよ。いや、今回のミス・ユニバースは本当に波乱でした。毎年行われる美の世界大会ミス・ユニバース、皆さんもご存知でしょうか。先日行われたんですが、なんと優勝者は生物学的女性。ということで、世界中が今衝撃を受けています。しかもその女性が白人、青い目、その上パツキンというんですから、昨今の白人は悪だと訴え続けているウォークなリベラル思想の人たちは、この結果はおかしいと騒いでいて、そんな彼らを横目に皮肉を込めて優勝者を大称賛する保守派、特にトランプ派とのバチバチがめっちゃ面白いです。実はミスユニバースはタイのトランスジェンダー擁護派に買収されていたらしく、どうなるんだと懸念の声が上がっていたんですが、別品パツキン女性が優勝したということでホッとするも、昨年のウーマンオブザイヤーにトランスジェンダーが選ばれていて、それが今掘り返されていて再炎上し続けています。個人的にほぼ全ての人が納得するような結果が出て嬉しいです。先日のアラバマ州の美人コンテストの件もあったし、それではことの概要と現地の称賛皮肉人気たちの声一緒に紐解いていきましょう。高評価プク、普通に戻ったぞ。生物学的女性が美人コンテストで優勝し、ミスユニバースのファンたちが唖然とするという記事ですね。デンマーク出身の女性がミスユニバースの栄冠に輝いたが、多くの人が優勝した彼女が生物学的女性であることを皮肉を込めて称賛している。メキシコシティで開催された第73回ミスユニバース決勝戦での豪華な演技を受けて、土曜日の夜、21歳のビクトリア・ケアール・ティルビグさんがその栄誉を引き継いだ。2023年の大会では既婚者、プラスサイズの選手、トランスジェンダーの出場者が参加していた。このコンテストは最近、トランスジェンダーの権利を熱心に訴えているタイのメディア界の大物によって買収されていたのにもかかわらず、今年はより伝統的な大会になったことが話題になっている。ミスユニバースという肩書きは世界ではもちろん日本でも知られていますよね。そのように世界中から注目される大会であるにもかかわらず、最近はトランスの権利を訴えるタイの大物が買収したということもあり、本当に大丈夫かという声が多かったようなんですが、普段より伝統的な美がフォーカスされていてよかったという声が多かったようですね。実はあまり日本に入ってこない話として、このコンテストの価値観は時代遅れだ、女性の美を勝手に決めるなという多くの活動家の批判意見が前まで結構あったようです。で、実際昨年の大会では、この大会初のトランス女性であるポルトガルのマリーナ・マチエテさんが実際にトップ20入りを果たしていました。一応説明しておきますと、大会のシステムとして国代表が集って美を競うということで、それぞれの国での大会もあるわけで、そこではさらに多くのトランスジェンダーが参加していても不思議ではないですよね。実際2023年はリッキー・バレリー・コレさんがトランスジェンダーとして初めてミスオランダの栄冠に輝いてましたし、過去ミスユニバースに出場していたアンジェラ・ポンセさんもトランスジェンダーの女性として初めてミススペインの栄冠に輝いていました。ミスユニバースのその前の国内大会の段階で、トランスジェンダーたちが生物学的女性を差し置いて活躍していたというわけですね。これについてなんでフェミニストたちは何も言わんのやろ。ということで、ポリコレやウォークの波がザブンと押し寄せているそんな大会なんですが、今回はほぼ 100% の人が賛成するような文句ない生物学的女性の美人が優勝したということで、今までのトランスジェンダー参加者への皮肉を込めた称賛意見が保守派の著名人たちからも続々と集まっています。速報、ファンたちは異性愛者であり白人の生物学的女性がミスユニバースを優勝し驚愕している。ついに本物の女性が優勝したな。ああ、戻ってきたぞ。世界が普通に戻ってきてる。どうなってるんだ、こんなことって。生物学的な女性だと。他にも現地の声は動画の後半で紹介するとして、今回のミスユニバースによりトランスジェンダー論争が活発になってきたということで、先日のパリ五輪女子ボクシングの今野選手が金メダルを取るのおかしいだろうという話や、皆さん覚えてますかね、アメリカのビールブランドバドライトが PR の一環としてディラン・マルバニーというトランスジェンダーの TikToker を雇ったことで、バドライトはゲイだという印象を与えて株価にまで影響を与えてしまったあの一件。そのマルバリン氏が去年ウーマン・オブ・ザ・イヤーに選ばれていたということが掘り返されて再立しています。マルバリン氏は昨年の今頃、英国の雑誌アティチュードによってウーマン・オブ・ザ・イヤーに選ばれ物議を醸していた。
ロンドンに本拠を置くこの会社は2023年10月の授賞式でこの称号を授与し、その後長いスピーチが行われた。 The Woman of the Year Award, supported by Virgin Atlantic, goes to Dylan Mulvaney! Hello, London! I am so honored to be here with you all tonight. And, you know, some see me as the Woman of the Year.And some people don't see me as a woman at all. I know. Which is why receiving this honor from a queer publication like Attitude means so much more to me. No matter how hard I try, or what I wear, or what I say, or what surgeries I get, I will never reach an acceptable version of womanhood by those hateful people's standards.But as long as I have the queer community that sees me for my truth, I'm gonna be okay! タイの実業家でトランスジェンダー擁護者のアン・ジャカポン氏は、昨年2000万ドルでミス・ユニバース大会を買収していた。このコンテストのオーナーとなった初の女性である彼女は、昨年のコンテストに複数のトランスジェンダー出場者を迎え入れていた。その中でも前述のミス・オランダとなったリッキー・バレリー・コレ氏も、マルバニー氏と同じように自分の背景が原因でヘイトスピーチの対象になってきたことを明らかにしたことで話題になっていた。昨年の出場者90人の中でトランスジェンダーの出場者は数人だけだったが、今回の大会ではそこまで勝ち上がった者はいなかったということで記事は締められてますね。スポーツなんかを見てると特に思うのが、女子選手とトランス選手を一緒に競わせるというのも平然と行われてますよね。先日のアメリカの高校陸上で女性を辞任する生徒が優勝して表彰台でブーイングを受けていた光景も懐かしいです。ああ、最近だとアラバマ州で肥満体の女の子が美人コンテストで優勝してて大批判を受けてましたよね。今回はガチの美人コンテストということで生物学的なあれはないかもしれませんが、もう普通に競技でもこういった美人コンテストでもトランス部門やウォーク部門作れば一件落着じゃねって思っちゃうんですが、皆さんどうでしょうか。それでは現地の声をいくつか紹介します。ミスユニバース参加を夢見てた男子たちにとっては衝撃的なニュースだろうな。本物のノルウェー人というのもポイントね。女性、しかも可愛くて白人だ。正気に戻ってきたな。生物学的女性が勝つのが普通なんだよ。パツキンで白い肌いいじゃん。綺麗な女性なんだ。彼女が勝つのが正しいよ。男が女性のふりをしてるのはもうごめんだ。ヨーロッパ系の見た目の正真正銘のヨーロッパ人を選んだんだ。しかもジェンダーとか関係なくな。珍しいことだ。普通の光景を見るのがここまで新鮮だとは。本当に美しい大人の女性。トランプ大統領が勝ったのがよくわかる。リベラル派の今、トランプ大統領の効果だ。ということで皆さんの考えもコメント欄から教えてください。このチャンネルでは欧米のマジかっていうニュースを楽しく紹介してます。チャンネル登録、高評価、ベル通知、概要欄からインスタ、ツイッターをフォローしていただけるととっても喜びますので、よろしくお願いします。それでは順調、シュッポコ。